はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ずっとさんからご依頼です。ボーマのファーストエディションを、6パックのセットですね。で、左上ということでね、レフトのトップですね。はい、左上ね。はい、よろしくお願いします。パック売り始めてね、合計ね4箱分で、今日5箱分ですね。今受注してる分が結構やっぱりね、単価を下げたんではい、じゃあね、一個一個開けてきますね。一応ファーストはあのスリーブに入れてね、その他はまとめてね、梱包しますんで、いいよね。よいヘンドリックね。で、5話。ファーストはね、そんないっぱいはわちゃわちゃ出ない。ロイス・ルイスか。はい、1枚出ましたね。カブスのクリストファー・モーレルさんですね。で、フォローは、ニック・ロフトン、カブスとロイヤルズですね。これはまあスリーブ入れますね。まあ6パックなんで。今日の出荷大体終わりました。もうちょっと出荷が忙しくて、出荷後になったんで、発送はね、明日土曜日の発送になります。ニックヨークね、ギャレット・ミッチェルとかもね、良かったんですけどね。オープン戦結構若手頑張ってたんですけどね、まあほぼね、降ろされちゃいましたね。マイナー行きになっちゃった。まあ結構ね、アメフトとかもやっぱりそうなんですけど、年俸序列というか、そういうのがちょっとやっぱりね、優先というかね。まあ GM があって、まあ監督がいる、まあね、監督さんも雇われですからね、 GM さんのね。なかなかやっぱりこの選手ね、この価格で取ってるってね、やっぱり切りづらいですよね。まあ分からなくはないですね。ドミンゲス、苦渋の決断だと思いますよ、やっぱりね。どの監督さんもこの若手使いたいなと思っててもね、やっぱそれでね、勝てばいいですけど、負けちゃうとね、采配がどうのとかね、言われちゃいますからね。うん、カバーリさん、フォローは必ずじゃないんですけどね。ファーストのね、印もこれぐらいがちょうどいいですよね。まあファーストじゃなくても価値ありますからね、この商品に関しては。あ、またモレルさんね、昨日もなんだっけ、なんちゃらジョーダンくんあれ100ドルぐらいしてるんですね。お客さんからメール来て、あれ1枚100ドルぐらいで取引されてるんですよ。お、エディディアスいいですね。店長ちょっと期待してます。カード的な価値はホームランバンバン打てるとかそういうんじゃないんで、結構いい選手だなと思います。店長そこから入ります。終わりか。よいしょ。なのでハーデンとかね、ヤニスとか平気でたくさん集めてましたからねえ、まあビジネス的な意味合いですけどね。なので関係ができるね。はい、よいしょ。フリオ・ロドリゲスですね。うん、なかなか出ないね、やっぱファーストね。うん、まあでもね、さっきね、1,2,3,4,5 枚出てるのか。うん、エディディアス出てるからね。彼はもう完全な、あの1番打者かな、1番2番1番だねはい、インディア、アントニオ・ゴメスさんはどうなんだろうね。ファースト、ニック・アレンね、マニング君とかね、グリーンもそうだよね。
ホワイトソックスはいい、なんか若手がね、いっぱいいるね、感じですね。グロスハンズ、グレイ、ゲイリーか。で、ニックヨーク。はい、となりました。フォローが2枚出ましたね。で、ファースト系はね、スリーブに入れておきます。で、昨日 PB したお客様から、まあ、上位5人ぐらいは、ね、教えてもらったんですけど、まあ、その辺はちょっといないかな。やっぱりジョーダンさんがなんか、レッドソックスの人気あるみたいですね。まあ、ホイールで、ちょっとファーストを挟んでお送りします。はい。まあ、6パックでこんな感じですね。はい。まあ、ファースト、ボーマン、ね。まあ、いわゆる、まあ、ルーキーカードが、1、2、3、6枚出た。っていう感じで思えばね。まあ、上は200ドルぐらいしますからね。去年のやつとか。もう去年のボックスも900何十ドルでしょ。850とか。そう考えたら、まあ5万ですけど、まあ消費税とか抜けば420ドルぐらいで買ってるような感覚ですんでね。で、あーってなるんですよね、上がっちゃうとね。はい、それを繰り返しますね。はい、ずっとさんよくわかると思いますけど、はい、なのでね、あるうちにまたぜひご利用くださいね。よいしょ。19年のね、サファイアもね、ドブクロサファイアも最後、まあ、3万円くらいで売れなくなって。まあ、いっか。もういいや。ね、そっちですから。はい。じゃあ、こちらでね、梱包して明日発送になりますんで、日曜日着ですね。はい。ありがとうございました。またよろしくお願いします。まあ、フォロワー2枚ですよね。シリアルはちょっと出なかったですけど。はい。ありがとうございました。あ、そうだ、そうだ。そうだ。忘れてた。今日からだ。ポーカーだ。そうだ。そのために忘れないようにここに置いといたんだ。ですね、店長にポーカーで買ったら、こちらのドンチの88枚限定、まあインスタントなんですけどね、まあインスタントでもいいでしょ、45-88ですね、うん、これをね、差し上げますという話ですね。こっちの方に行くかな、ちょっと待ってください。こうだね。はい。で、ですね、タブが2つ見えると思いますけど、まあ簡単に説明すると、左側が店長ですね。ホスト店長です。はい。で、右側が、ずっとさんですね。ね。で、一応リフレッシュ療法しますね。こうやってね。OK でしょ。はい。で、店長から先にやる、じゃないんですよね。はい。普通ね、ホストが、オープンとか後だもんね。そうだよね。はい。じゃあ、お客様の方から先に、やります。で、今リフレッシュして3回目、こちらアゲインね、押します。で、3回目が目です。ずっとさんの目になります。まあ、いわゆるポーカーです。で、ジョーカーを2枚突っ込んであるんで、54ですね、トータルカードが。勝敗がつきやすいように、まあどっちかというと、まあ差し上げたいですよね。ただそう、差し上げたんじゃ面白くないなと思って、ちょっとこれを今回やってみようかなと思いましたっていうだけです。はい。引き分けはホストの勝ち、店長の勝ちになりますんで、じゃあ行きますね。3回です。はい。1、2で次ですね。はい、せーの、3。あ、ワンペアできてますね。うん、いや、ワンペアはいいですよ。うん、通常ポーカーにおいてワンペアはいい目であるね。全然良くない。わかんない、店長はノーハンドかもしれないですから。はい。じゃあ、ズッツさんは2のワンペアです。はい。まあワンペアですけど、まあ、うん、2ですけどね。まあ店長ワンペアだったら、まあほぼ店長の勝ちになっちゃうかなとは思うんですけど。はい。じゃあこっちも3回ね、いきます。せーの、1、2で次ですね。3回目、ポチ。66のワンペアできちゃいました。はい。申し訳ないです。はい。ということでね、またぜひチャレンジしてください。はい。
まあ、ね、はい、こういう感じでね、はい、やっていこうと思いますんで、ね、ぜひまたチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。